何狙い。いいよ、ありがとう。こっちが。これ何キロ？こっちも美味しい、全然。今回はですね、少し前になるんですけれども、ゴールデンウィークに開催されました上方日本酒ワールド2019に参加したという話でした。今回でね、9回目となるこのイベントなんですけれども、以前は大阪の天満宮というところで開催されてたみたいなんですけれども、人気すぎてね、もっと広い会場ということで2018年から今回と同じ港町リバープレイスで開催されております。会場のシステムなんですけれども、会場に入りましてチケットを購入した後ですね、こちらのおちょことパンフレットもらえるんですけれどもね、このおチョコを持って各お店に回ってお酒をついてもらうというシステムになってます。お酒の方はですね、各お店300円から500円で買うことができます。またね、各お店各地名物にちなんだ食べ物などもたくさん売ってますので、それを食べながらのんびり飲むっていうのがね、めちゃくちゃ楽しかったです。食べ物が美味しかったのと、この日は夏日やったせいで冷酒をガンガン飲んでしまって、すっかり酔っ払ってしまったんですけれども、後でお店の人に聞いたら、どうやら暑寒の方が悪酔いとか二日酔いとかしにくいらしいんですよ。なので次回参加するときはちょっと暑くてもね、暑寒で頑張ってみようと思います。はい、本日の動画は以上となります。この動画面白かったら高評価、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーサンゴムビーゴーでした。グッバー。